産経新聞の澤田と申します、はい、衆議院選挙について伺います。各種世論調査を見ると石破内閣が発足したことで、まあ、内閣支持率、自民党支持率もまあ、ある程度復活したという状況の中で、この大阪府内の19選挙区に関する、まあ、現状認識について伺えればと思います、ね、これどういった体制になるにしろ、今回の衆院選挙は、もう非常に厳しい戦いになるというふうに地元のメンバーも非常に高い緊張感を持っています。で、我々大阪維新の会としても先日その刷新 PT の方から現状の認識についても課題の共有いただきましたが、肌感覚としても実際厳しいお声が増えているというのはおそらく現場で活動しているメンバーの多くの声かと思います。だこういう時だからこそ我々が何を訴えないといけないのかっていうところを愚直にしっかりと訴えていくというところが有権者はやっぱりその姿勢を見てると思いますので、こういう時にちょっと活動がおろそかになってるなとかそういうことがないように、こういう時だからこそ今一度信を得れるように活動を強化していくと、これ以外もう選挙活動の近道というのはやっぱりないので、もうひたむきに地道な活動を続ける以外ないと思っています。こういった思いでですね、今回の衆議院選挙非常に厳しい戦いとなると思いますから、今一度総支部のメンバー一丸となって頑張っていきたいと思います。